やってさっきの。ひどい。動きが可愛い。パーパッツ。強そう。強そう。マッスル。あ、マッスル。秒速5メートルに決める。それ何？それ何？感情がありそうでないんだよこれ。マスク外したら感情見えるな。多分そうだと思いますよ。マスク外したところ全然覚えてないわ。自分も覚えてない。視聴者は多分忘れてるこれ。秒速絡むとこ。おいマスク外せや。ああ。感情が生まれた。ね。やっぱ口って大事なんだな。目が一番大事なんだよな。やっぱりないやんけ感じ。バーサラビットのサゴンです。こんにちは、ゆとつきです。というわけで今回はヤナセンさんが作った海賊島からの脱出ということで脱出していきましょう。はい、脱出しますか。いつもこの流れよ。対策しないとやらせんさ。出口にいるんだもん。まあ何をしたらいいか分かんないけど、多分あの海賊に話しかけんだろうな。めっちゃニコニコしてるもん。こんにちは、私はジャックリン・スパローよ。ジャックリン・スパロー。ジャックリン・スパロー。無理やりリンを入れてきたら。今日は8月13日金曜日、13日の金曜日ということで、ジェイソンが現れる謎解きツアーにようこそ。ごめんな、8月にヤナ先生は島完成させてたのに撮影までに3ヶ月かかっちゃったから。やば、そういうことか。この島のどこかに一つなぎの財宝が隠してあるので、お二人で見つけてください。もしかしてワンピースってことっすね。ここは海賊島というコンセプトなので、お二人にはこの衣装を着てもらいましょう。あ、衣装あるんだ今回。衣装があるんだ。コンセプトって言っちゃったけどね。というわけで我々着替えました。お二人とも似合いますわ。いや普通に似合ってた。自主的にマスク装備した人いる。というわけでお二人にはこの島を自由に探索してもらって謎解きしてもらいますわ。おっしゃー、ありったけの夢をかき集め。おい、どけよマジで。味方に敵がいる。味方に敵。フィジカル強すぎる。お前が黒ひげだよ。ついでにワンピースわかんないっていう話する？僕もジャンプ読んでるけどワンピースわかんない。絶対この辺チオンさんいるじゃん。なんか売ってるよ今回も。チオンさん絶対。これゴールじゃね？ドゥルルルルルル。脱出成功。ありがとうございます。脱出。ヤナセンさん大丈夫そうかな。空島がお客様を受け入れてる。ワンピースよ。どうすんなよ。そんなところで。え、この大砲何？え、すごい。破壊した破壊。船乗っとる。あ、本当だ。え、あ、そっちね。あんなじゃ店やっとるやんけ。そこのコウサギたちいらっしゃい。コウサギ。ちょっと待って、そこの二人占いしていかない？今運が君たち二人悪そう。ぜひ占いしていくべき。あ、そうなんだ。あなたの店もスライムめっちゃ投げられてそうで運悪そうですけど。塗装したの？塗装。あ、塗装したんすね。めっちゃセンスないと思いますよ。いやー、チオンがクール。あ、チオンさん。なんか久しぶりっすね。動物の森すごい久しぶりだね。そこの青ひげくんを占ってあげようかな。あ、お願いします。僕の具体的にどこの運が悪いんですか？もう顔が悪いね。顔が悪い。おい、関係ないやんけ。じゃあ占うよ。マジカルマジカル来ました。君ね、今日ね本当に家に帰った方がいい。早くこっからね帰った方がいい。この運の悪さを回避できるアイテムが私にあるの。今私ね3つ売ってるのね。1つ目スコップ、2つ目クラッカー、3つ目とてもいい情報。君たち買ったらもう不幸から幸せになっちゃう。ラッキーアイテムなわけ。なるほど。僕あいにく98円しか今持ってないんですけど。どう？俺が貸すよじゃあ。めっちゃ優しいじゃんこの人。と
りあえずじゃあお金を集めてあの3つのアイテムをゲットしようっていう話かな。うん、ゆとまる占ってもらえてないじゃん。ゆとつきは自分のこと占えるんでエセ占い師もここにもいたわ。エセじゃねえよ。びっくりした。いけるん？なんかやばいのやばい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 。斧持ってる、斧持ってる。ジェイソンじゃないの？13日の金曜日だからあいつに殺されるのか。僕なんかいるよ。こんにちは、ルン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 。かわいい。おい金よこせ、おい金よこせ。俺たちは海賊だ。私もお金ない。使えねえやつだ。貧乏な島だな、ここ。誰一人として金持ってる登場人物いないやんけ。私は50万で持ってますわ。ちょうだいよ。貸してくれよ。ねえねえ、お願い聞いてくれる？いやだよ、金持ってないんでしょ。お金はないけどお願いは聞いてほしい。いや僕は聞いてくれるんだね、ありがとう。今日ね、腰巾着落としちゃったんだ。見つけてほしいな、チラチラ。気が向いたら、気が向いたら。ぬぬ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 。勝利？さっきのね、ジェイソンが多分僕を切ってきそうなんだよね。ちなみにジェイソンに捕まったら身ぐるみ剥がされて裸になっちゃいますわ。やばい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 。あんまりジェイソン気がいないな。あ、あった。え、これじゃないのか。あ、本当だ、ここにあったわ。じゃあこれ持って帰るか。これ僕見つけた。今人死んでるよね、これ完全に。人じゃないでしょ、この形。猫じゃないの？あ、猫だ。猫、これ大丈夫ですか、 YouTube 的に。危ない。危ねえ。確実にこれジェイソンにやられてますけど。ジェイソン猫好き把握。いや好きではないだろ、嫌いだろ。腰巾着見つけたから佐世さんに届けてくるか。名前聞いてなかったけど多分佐世さんって名前だと思う。佐世子って名前な気がする。さつみこさん、こんにちは。なんで名前知ってるの？合ってた。はい、腰巾着見つけてきたよ。ありがとう、ありがとう。え、おっかーね、おっかーね。マネーマネー。怖い。じゃあそんなあなたにこれをあげちゃう。絶対いらねー。味噌ラーメン。床に置かれた味噌ラーメンもらったんだけど。じゃーんってできる。美味しそう。この時間の味噌ラーメンダメだろ。じゃあそれともう一つ、あなたたちにいいことを教えてあげる。この島にうろうろしているジェイソンっていう気持ち悪い人がいるでしょ。うん、その人びっくりしたら持ち物落とすんだって。脅かしてみるのもいいかもしれないね。雑魚じゃん。そんなことより私お小遣い欲しいんだけど。お小遣い欲しいんだけど、センベル欲しいなって思ってて、なんかセンベルがあったら欲しいもの買えて嬉しいから。待てー。待てい。そういうのいいんで、ちょっと大丈夫なんで、間に合ってるんで。もしくれたらいい情報またあげちゃおうかな。チラチラ、もう情報が多すぎる。あちらこちらに散らばってる。マジで情報のワンピースだよこれは。僕の予想だと多分ジェイソンを驚かすと金落とすんじゃねって思ってるから、うん、同じ発想でした。ジェイソンちょっと驚かそうぜ。オッケー、任せろ。お、金あるじゃん。金だ金だ、やった。いくら？センベル。サセンベル。サセンベルだから、サスさんにあげて情報を得よう。え、普通に楽しい。さっさーん、センベル持ってきたよ。アローラー、私の右側にあるのはナッシー。アローラのナッシーってこと？そうだよ。めっちゃ細長いじゃん、身長低いのに。アローラの姿。アローラの身長。アローラの身長？私のことですか？センベル持って逃げしよう。いい情報、いい情報教えて教えて教えて。絵面最悪だなこれ。しょうがないな。スワローさん、スワローさん、ダイナミックに寝たな。じゃあしょうがないから情報を教えてあげるよ。情報って言ってもそこにいるリン・スパローさんの話なんだけどね。こないだこの人のお家に遊びに行ったらめっちゃ怖い思いをしたんだ。スパローさん？そんな、そんな、そんな、
先生おいでくださいまし。怖い思いしたのに行くの？そんな怖いことはなかったですか？試しに行ってみればいいんじゃないかな。いや教えてくれよ。小出しにしやがって。行ってらっしゃい。ドツキの下にいます、あいつが。あ、大丈夫です。今これ驚かせばいいんじゃない、ここで。こいつ悠々と捕まえたんで服脱いでもらっていいですか？あ、こんな立地の悪いところで僕今捕まったんだ。身ぐるみ剥がされちゃうの、僕。服脱げ。うわー、リアルでも行ってきそう、トントンさん。興奮する。気持ちいいです。いや、マジで視聴者にやってないだろうな、最近。なんか、いろんな人と仲いいけど、トントンさん。やってないです。身ぐるみ剥がされた。ガハハハハ。驚かせようぜ。エイソさん。はい、なんでしょう。はい、なんでしょう。ケボ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 ケ。バカにしてるのか。恥かかされただけやんけ。違う、恥かいただけやんけ。早くどっか行け。いや、お前がどっか行け。じゃあ家入りまーす。お邪魔しまーす。怖い思い。え？怖いんかな。え？怖っ。松明の位置が結構重要になってくるんだと思う。なるほど。後々一個だけ光ってますもんね。ガチの考察じゃん、ただの。何も面白くなかったもんね。ね。なんか飛べないんだか、僕。なんか間違えた、もしかして。ゆだれ積んだ、もしかして。ゆだれ積みました。ワンツーワンツー。すいません、僕スコップ欲しいんですけど。お金は持ってきたんか。3000ベルぐらい持ってきました。値段を言ってあげよう。クップ3000ベル。おお。クラッカー3000ベル。とてもとてもとてもいい情報1000ベル。あ、安っ。情報欲しくないですか。でもどうする、情報かスコップかでしょ。とてもとてもとてもいい情報っすよ。スコップ買うかい。まあ買ってもいいんちゃう。あれ、いや、いい情報もらっときます。情報の方で、はい。スコップなんか手に入ったんで。え、なんで。もしかして万引きしました。いや俺たち海賊だろ。欲しいものは自力で手に入れるんすよ。情報だけどな。はい、ま、俺の口からは言えないんだよ。俺の口からは言えないんだよ。掲示板に面白い情報書いてあるから見てきた方がいいんじゃないかな。チオンが来る。だってよ、掲示板行こうぜ。行こうぜ行こうぜ。掲示板スコープ万引き成功。多分一番下かな。え、なんかチビとか書かれてるわ。あ、違うわ、これ僕が書いたやつだ。違う、はい、これは僕が書いたやつだ。え、僕こんなこと書いてんの。ちなみに僕の前の島での撮影の時もそれ言ってました、同じこと。何回やんのこのくだり。表像が導く先に財宝は眠っている。なんだって。表像って氷の像で合ってます。ああ今思ったんですけど、クラッカー売ってたじゃないですか。クラッカー使ってジェイソン驚かせたらなんか出てくるんじゃないですか。それだ。やべえ、これ視聴者ついてこれてるから。クラッカーください、クラッカー。君たちただスコープを盗んだね。いや、そんなことないです。あ、じゃあ返します、返します、返します。あ、返します。あ、分かった、分かった。すいません、すいません。じゃあそこに置いてあるのを持ってきな、コウサギたち。ここだ、ここ。よーし、クラッカーゲット。やったー。さっき身ぐるみ剥がされたからな、ジェイソンには。やり返しやろうぜ。うん。いないけど。いないけどね。帰った。ジェイソン脱出ゲーム成功してた。ジェイソンいましたよ。あんなゆっくり歩くんだ、ジェイソンって。のんびり生きてんだな。くらえー、バーン。うわー。少数決並みの迫真の演技。うわー、くらえー、オラオラー。 ありがとう。おい、2発で無駄にしたんだが。分かったのかよ。あれ、新たなジェイソン誕生しました。あれ、ゆうたこさん、もしかして
身ぐるみが剥がされた。よし、やってきました。もうジェイソンでもなんでもないだろこれ。お前が第二のジェイソンだ。おら、高飛びも。すげえ、これで新たなルートが開拓されたこっち側行ける。ルート開拓、ルート開拓。おー、住宅街まで来た。あー、これは絶対そこじゃん。真剣ゼミでやったところだ。よいしょ。お、ナイス。はしご、はしご来ちゃう。銅像が向いてる先、左だ。左、宝の匂いがする。ぐん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 。え、待って、気づいちゃったんだけど。どうされましたか。すごいさ、何マップ開いて。え、怖っ、鳥肌だったんだけど。ヘルプヘルプ。え、めっちゃ鳥肌なんだけど、怖っ。財宝を探してるっていう話だよね。ここ宝だよね、本当に。開けちゃっていいのかな。掘ってきてよ。掘って大丈夫？え、めっちゃ怖いんだけど、急に。え、服だ。淑女なワンピースを掘り出した。一つ先の財宝ゲット、おめでとうございます。おい、財宝かよこれ。どういうことだよ。あ、ワンピースってことだよ。確かに宝だわこれは。財宝をゲットしたということで。普通